とちょっと待ってくださいね。あ、ここだ、これ。ここを回ってですね、ぐるっと回って正面の方に戻って、正面の方に左右確認戻って、でそれから慈願寺公園に行きます。慈願寺公園といってもですね、まあ普通に行くいう慈願寺じゃなくて、慈願寺の上の方にもあるんですよ。あれ正式名はな、あれこっちから行かならんとけ、ちょっと待ってくださいね。あれ、ああ、ここだ、ここだ、そこをですね、そこに行きます。でそこで、うつもの、この何ですか、鹿児島ドライブはそこに行って、例えば慈願寺なら慈願寺に行って、慈願寺に着いたところで終わってましたけど、今日はちょっと撮影まで入れます。でその撮影も、編集なし、まあ余分な部分は切りますよ。切って、それからこの画面をちょっと映画みたいに縦や横長方式にしますけども、あとはそのまま BGM をかけずに、私が喋りながら、多分こうなると思います。こっからこうしてパンをしてみますとかですよ、それからちょっとローアングルにしてみましょうかとか、こんな感じだと思います。だから作品としてじゃなくて、それを撮る過程ですね。で何かの時にそれをまた一つの作品というか、まあ2分ぐらいにまとめて BGM を流すと、そういうのもしたい、いや本当はそういうのをしたかったんですけど、今この私の方が、この鹿児島ドライブのこのパターンにハマってますので、鹿児島を知らなかったな。まあここはですね、ちょっと普通はここを止まってるところは編集でパパって切ってスキップするんですけど、今のうち話しておきますけど、本当私はですね、鹿児島を知りません。長く住んでるんですよ。住んでるんだけど知らない。この道でにしても、もうそれは何十度、案外100度ぐらい今までですよ、小さい頃から通ってても、この右にあるこの何ていうっけ、公園が何という名前の公園なのかも知らんかったし、でここに、こんなって今見えませんけどね、駐車場があるとか、それからちょっと向こうに行くと土俵があるところがあったりするんだけど、そういうのも目に入ってなかったんですよね。だけど実際こういうふうに自分が鹿児島ドライブっていう、鹿児島内のほらほらほら桜、ここにもですね、本当こげな風に桜が咲いていることも知りませんでした。はい、もともとなんていうっけ、桜の花を楽しむとかですよ、そういうあれもなかったですからね。これからですね、右折します。それとですね、まあここをスキップしようかな、まあこのままいいか。あれ何言ったっけ、まあいいでしょう、思い出した時言います。ここ、あ、そう、鹿児島ドライブをこうしとってですよ、友達がですね、東京に友達で、ピーっていう僕が呼ぶやつがいるんですよ。ピー、ピー、PTA のピー、
なんですけども、まあ、もちろん日本人ですよ。ポール・マッカートニーではありません。それがですね、言うにはこう場所案内なんかいいんじゃないっていうわけですよ。場所なんか、場所案内なんか俺見たくないって、聞きたくない、それよりもお前のあの鹿児島なまりの言葉でいわゆるこの、なんかないろんな話をせえと、こう景色とか季節に関係ある、あ関係ないのでもいいからっていうあれを受けてですね、そういえばそうよねっていうのは、板橋区役所が右ですとか、何々池袋駅が左ですっていうのよりもですよ、この池袋、池袋大通りっていうのがあるかどうか知らんけど、おー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 おおお、桜です、ほらほら、こんなに咲いてたんだ、あここですよ、僕が私がさっき 言うたそのあの何っけ、ちょっと待ってね、左折します、自願寺公園のあの上の方にある自願寺公園っていうな。それで、あ今日はですね月曜日なんですよ、月曜日なんだけど車が多い、ご覧の通りですね。ほんで、ここで止めてもいいけど、ちょっとここをぐるーっと回ってみましょうかね。ぐるーっと回ってから止めます。あ今日は霞んでるな、桜島が見えません。はい、ぐるーっと回ります。でぐるーっと回ってですね、あもうこっちで止めようか、あのこの下にあります、あの見えてる系、あのちょっと薄紫のなんかの花が見頃らしいんですよ。ですからこれを取りに来たけど桜を忘れてたなということで、ちょっと止めますからね。それじゃあ、歩きながらの撮影になります。まずはですね、この駐車場の一番端っこに行って、さっき言った通り、あの本当はここに、桜島が向こうの方に見えるはずだったけど見えませんので、まあ想像してください、イマジネーション。はい、これからどうしようかな、ずっと取りっぱなしで行ってみましょうかね。はい、これから左に行きます。もしかするとですね、この風の音がですよ入ってるかもしれませんけど、そこはもうごめんなさいね、春のこの季節ですし、天気がいい日にやっぱり、ほらほら、ここでタン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 、どうですか、いいでしょう。少しね、蜜の匂いがするのかな、しないのかな、やっぱりちょっとカット変えますね、カット変えます、いいですか。ほら、やっぱりここ自願寺公園って言うんですね。で今どこだろう、僕がいるところは、どこけ、ああここだここだ、ほらここ、現在地ここですね。だから今さっき言った駐車場はここっちゅうとこ、ここここね、寒がりなもんですからね、今でもセーターを着てます。今からですね、この何系
自撮り棒の長いやつ、そう、自撮り棒っていうぐらいの長い棒を持ってきましたので、これをちょっと伸ばしてですね、高い位置からの、高い位置からちょっと撮っていますからね、どんな絵が撮れてるのかわからないですけどね、スマホに、使うと、スマホにとリンクさせると、見えるんですけども、今日のところはもうしません。はい、もうちょっとここをピッピッとやりますからね。この今カメラは DJI のポケット2というカメラなんですけども、いいですよ、すごく。ただこの液晶画面が見にくいですね、やっぱりね。まあ、それぐらいはね、この利便性に、免じて、多めにっていうか、まあ、そういうもんだね。おお、見て、桜が散る。もう少しですね、光の加減によってこの違いますので、逆光で、ねえ、自動車じゃちょっとさえませんけれども、まあこういうことです。はい、アングルを変えます。ちょっと声がさ遠いかもしれないけど、要するに花びらが地べたにもう落ちてますね。はい、私の影も映ってるかもしれませんけれども、帽子をかぶってますよ今日は。はい、下から見上げた桜、桜って桜っていう感じですね。もう少し早ければね、ツツジも咲いてたんでしょうけどね。そしたら桜がまだっていうことになりますからね。ああ、風がビューと言ってんな。あ、こういうアングル好きですよ。こんな感じ。露出は今固定で撮ってます。はい、これからその下の方の畑に、畑中継、そうね、菜の花畑って言うから畑でしょうね。はい、続々とお客さんじゃないや、見物客が詰めかけてきてる。あ、そうだ、もう11時今半、11時27分、ちょうど昼前に見ていこうかいっつって、で、それから飯でん食おうかいねっていう感じじゃないですかね。アングルを変えます。はい、アングルを変えるついでに ND フィルターを変えてみました。今までは8だったんですけど、16に変えてみました。こっちの方がね、いいみたいですね。ネモフィラっていう花の畑みたいですよ。行ってみます。ずーっとこのまま行っていますね。ここはね、春じゃないや、秋はあれですよ、コスモス。なんかコスモスの方がいいみたいですね。このほら、風に、そよぐ、っていうか、ちょっとね、音がガサガサってするかもしれないけど、よいしょ、こんな感じ。あ、ここでいいか。はい、君だよ。あ、君に行こうか。はい、あららら。はい、こんな感じですね。こっからターンします。ずーっとパン。こんな感じかな。ちょっと画面自体がですね、ほんと小さいんですよ。切手よりも小さい。ほらね、風が強いっていうのが分かるでしょう。さっきは右から左のパンだったが、今度は左から右。これぐらい止めましょうかね。
それとですね、この DJI ポケット2はですね、ちょっとズームも効くんですよ。試してみましょうか。はい、セッティング終わりました。行きます。ちょっとね、普通のビデオカメラみたいにズーっていうズームじゃなくて、ズーっていうズームですから、いいですか。せーの、こんな感じ、こんな感じで言いますけどね、この画面じゃわからない。こっちは帰ってから見て、あー、もうちょっと右だった、左、あ、もうちょっと右かな、これぐらい、ん、バランスがわからん。畑をパンします。これでね、だいたい一周しましたよ。一周じゃないや、半周だな。はい、これがなんとか畑で、下にテロップが出してありますでしょう。はい、それです。ちょっとね、ドローン的な使い方をしていますね。どんな風に撮れてるのかな。今ね、あのあれで、Wi-Fi で結んで、液晶画面でこうスマホで見てるんですけども、なんかね、こうガクガクガクって、実際はきちんと映ってるんでしょうけども、このスマホの画面で見るとこうガクガクガクってするもんですから、ちょっとね、感じがつかめない。今これはですね、カメラを地べたに置いた状態で確認をスマホでしています。これで見るとまあまあですね。こういうアングル好きだわ。これからちょっと振ってみましょうかね。それじゃあこれからちょっとクレーン的な使い方をしてみたいと思います。どうですかね、うまくいったのかな。ちょっとね、ダイレクト感がないですからね、こうちょっと操作に、それがちょっとわかんないけど、うまく使いこなせばいいと思うけど、さっきこの鉢映ってましたかね。鉢いいですか。この鉢っていうのも落ち着きがないですねっていうか、鼻から鼻へと、なんか蝶々のように、ん、蝶々系あれは言うけども、鉢もまああれですよね、少しずつ水を集めるんでしょうね。ああそうか。じゃあちょっとアングルを変えます。場所を変えます。次はですね、ちょっとこの畑の下の方に来たんですけど、次の季節の主役を紹介します。はい、見えますかね、アジサイです。ここからですね、ずっとこう下に行くでしょう。ほら、ほんでこっちの左側を見てもですね、アジサイの、アジサイロードが続いてるんですよ。このアジサイの葉っぱ小さいみたいだけど、こういう種類なんでしょうね。だからその雨の季節はここをまた取りに行きます。アジサイ好きですよ。なんかね、雨が似合う花ってそんなにないじゃないですかね。そういうことで、じゃあ今日はこれでここは終わりにしようかな。僕こういうなんていうかな、被写体が好きなんですよ、こういう、こう、そういう
あんまりね主役にならない、あららゴツンとなったやつなんです。こういうやつね、これを こんな風に、そう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 、ちょっとやっぱりレンズの種類によってあれ感覚はちょっと違います。まあこんなやつです。じゃあせっかくですからちょっと帰りながらもいろんな、次これ次だな、あこれツツジですよね。ツツジが次は咲きますよ。ツツジが咲いて、アジサイとツツジとどっちが咲くだろう。あツツジでしょうね、もうつぼみを持ってますからね。はい、アングル変えます。この時期のねツツジはそんなに綺麗じゃないですね。やっぱりこの茶色というのはね、はい、またアングル変えます。それで今3月の20何日かなんですけど、季節によって、場所は、イメージが変わりますので、そういうのも撮るために、同じこの慈願寺公園とかそういうところも何度か撮りに行っています。まあ、横風編こっちがですね、確か谷山神社に登る道ですよ。はい、あ今日はその谷山神社に登るこの道の上にある、桜、これで、終わりましょうかね。ちょっとね最後のあれがアングルが決まるかは分かんないけど、とにかくこれを伸ばしてみます。どっちか、こっちを見た方がいいのかな。ちょっとね手を伸ばしてみてですね、まあいいアングルであればいいんですけどね。はい、伸ばします。あそこのほら桜の逆光が綺麗だから、あそこも撮っていますね。なのでカメラマンは、まあカメラマンに限らず、欲張りですよね。ちょっと待ってくださいね、車が来ました。はい、横断歩道がないところはですねやっぱり気をつけて先頭ですね。はい、あこっから見るとそんなに綺麗じゃないな、こっから見るとそんなに綺麗じゃないけど、まあついで、物はついで。あこの小さな液晶画面で見るとそんなに綺麗じゃないんですけども、案外変えるといいのかもしれませんね。うん、あ今あ桜がほら、桜ちらほら散っていたっていう歌がありますけど、今見えましたけど、私が今からどこに行くか分かるでしょう。ここをこうしてみるとこの左手側にある桜がまたちょっとね綺麗に見えたんですよ。だからそこに行きます。ここは横断歩道があります。ここちゃんと渡りますよ、横断歩道を。良い子がですねこの YouTube を見てて、であんおじさんな、横断歩道渡らやんかったって言われるといけませんからね。あ近くから見るとそうでもないか。あいや、いいかも。これだから、あこれはさ、これはさじゃないです。これは、ビデオ撮影の、まあ、なんですかね、試行錯誤という形で、こっちから撮った、今ね、太陽はね、ちょっと頭の上にあります。まあ、逆光というわけじゃないけども、それのちょっと待ってくださいよ、どうだ今度アングルどうだ。おおいいかもしれんね、いいかもしれません。おおピーピーちゅうた、ピーピーと言いましたよ。ヒヨドリかなあれは。もうついでだからここも行きます。
この動画はおまかせテレビ側には出せませんね。これは縄文人の方に出します。まずは青空バック、はい、これからちょっとカメラを戻します。おお、いいかもしれない。あ、こっちがいいな。この液晶の画面で見る限りではこっちがいいですよ。じゃあ行きます。ツールル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 、思い出した思い出した思い出した、去年の3月春の子、今ガクッと行きました、ね、足元に気をつけないかんですね。初めてあの子と会った道、桜ちらほら散っていた。ドゥルル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 、思い出した思い出した思い出した、去年の3月春の頃、初めてあの子と会った道、ちらちらほら散っていた。ドゥルル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 ル